やっぱりやり方に間違いはなかったっていうか、うーん、嬉しいよね。ああ、結果がね、ちゃんと理想通りに、うん、ああ、ちゃんと胴元から芽が吹いてますね。なんかこれも面白い樹形ですね、うんうん、これでも5センチ。あ、なんか5センチよりもなんか大きく見えますね。大きく感じるよね。やっぱり幹肌が、うん、太ってる部分があるとそのより大きく貫禄あるように見えるんですね。今のこの時点であれば、はい、そんなには高く値段はつけられないけど、自分で作る自信のある人はこういうの買うといいんですよ。うん、もしちょっと素人の方がどうしてもこのクロマツをここから作ってみたいっていう方がいらっしゃったら、うん、矢島園ではどう対応を、うん、何人かにね、はい、実を言うと、はい、欲しくて粘られて売ってるんですよ。ああ、はい。で、何日かに、うん、いっぺんね、はい、持ってきて手入れてやってる。まだまだたくさんいいのはあるんですけど。はい。なんかあっという間に多分この三河の黒松も本鉢に入れる前に売れちゃうんじゃないですかね。もう待ちわびてるね方がたくさんいらっしゃいますもんね。黒松の芽切りをした後です。はい。はい、いつぐらいに芽切りしたんですか？これ全部2回に分けて芽切りをしました。はい、これ赤松です。はい。これも高さはどれぐらいですか？高さ。4.5 ぐらい。やっぱ本当に小さい鉢に入れると貫禄が出てきますね。もうだいぶ芽切り全部しちゃってるんですね。うん、これは前作ったやつ、はい、お客さんに売ったんだけど、うん、戻ってきた。ああ、もうこれはもっと20年ぐらい経ってますか？もっとですかね。こういう一連のやつも前に作ったやつ。じゃあ20年もの、うん、そんなには経ってないね。あ、経ってなくてここまで10年ぐらい。わあ、もう古さ感と迫力がありますね。まだ芽切り昨日かな。これ9センチ。9センチですか。ほんと小さいサイズで、うん、これは三河の黒松ですか？そうです。してたんで、はい、ちょっと針金をかけながら芽切りをしました。はい。さっきのよりちょっと足元の方に力ありますよね。うーん。6センチ。
6センチですか。ここまで本当は作れれば最高ですよね。そうですね。今ちょっとイギリスで見栄えはないんだけど、はい、これで一目で出てくるとかなり見栄えがありますよね。図書の中央切りをしました。はい、もうそれは小さいサイズですね。うん、6センチ、5.5。あー、ちっちゃいですね。それ次のはさらなるちっちゃいんじゃないですか。ああ、ジンとシャリもいい感じですね。6センチぐらいですかね。6センチぐらい。うん。これから夏休みとかになるから、うん、結構お客さんとかも訪れますかね。いやいや、今ね、お客さんも休んじゃう。あー、だってもう水やりとかで、ね、目いっぱいですもんね。なんかちょっと遠出してもね、心配ですもんね。うん。